アケメネス朝ペルシアの金のリュトン核廃型と融合した時代のアイベックスのリュトンリュトンは古代のペルシアからギリシアを含むバルカン半島一帯にかけてで用いられていた核廃に似た器の一種。角上、または鹿、山猫、羊、ヤギなどの動物の頭部を模した形の逆で上部に大きな注入口、底部、または突端部に小さな流出口がある。 素材として、主に用いられたのは、銃角、金属、石、木、陶器などである。リュトンというのは、角廃とは違い、底部の前方にある動物などの口のところに小さな穴が開いていて、そこをお酒などが通ることに意味があるものである。角廃の場合には、コップのようにして上側から飲むタイプの別のものであり、リュトンとは区別されるが、角廃型リュトンというものは存在する。 ルトンは主に古代、ペルシアや古代、ギリシャなどで儀式において注入口から注ぎ入れた酒などの液体を他の容器に注ぎ分けるのに用いられた。ルトンという語は古代ギリシャ語の流れるという意味の動詞に由来する。古代の人々はルトンを通った酒、ワインなどは神聖な力が宿ると信じられていた。ルトンのモチーフとされる動物は現在とは 若干異なる各地の星座に出てくるものであったり、古代都市の守護神の動物などで、おそらく自分の生まれつきや都市の守護神の動物などであった。このため、各国や地域においてや時代によってのリュトンの儀式性の意味合いはかなり異なる。古くは動物そのものをかたどった水差しのようなものであったが、各廃で酒を飲む風習などと融合していき、 独特な造形を見るようになる。古代の都市部で顧客に酒を振る舞い、交易の相手などをもてなすうちに多彩な文化が入り混じっていき、造形も多種多様に変化していく。時代が下ってくると都市部などで顧客をもてなすために趣向を凝らした造形になっていくが、だんだん酒飲みの協楽の目的のお飾りに変わっていく。スペインで発見されたフェニキアで製造されたと、 考えられている儀式性の高かった時代のリュトンの前身と思われる彫像。彫像は豊条の女神アスタルテの姿をしており、二頭のスフィンクスを両脇に従える。この彫像を通した液体には神聖な力が宿ると考えられていた。レディ・オブ・ゴレラというスペインで発見されたフェニキアで製造されたと考えられている。 儀式性の高かった時代のルトンの前身と思われる彫像がある。古代の時代にフェニキアは公益都市として栄えており、各国でフェニキア由来の品々が見つかる。古代都市フェニキアでは、豊穣の女神アスタルテが祀られており、この儀式の時に用いられたと思われる彫像で、彫像は豊穣の女神アスタルテの姿をしており、二頭のスフィンクスを両脇に従える。 この彫像を通した液体には神聖な力が宿ると考えられていた。古代イギリシャのアリストパネースの残した言葉に、ワインはアフロディーテのミルクである。とあるのは、おそらく、当時、交易のあったフェニキアでの法上の女神アスタルテは、後にアフロディーテと同一視されるようになるので、こういった儀式の道具や、当時の行事ごとからの発想によるものと思われる。 儀式性の高いリュトンのうち、フェニキア以外の国のほとんどのものは、各地域における聖家物などの守護神の動物の形を模していることがほとんどだが、フェニキアのように女神像型のものは珍しい。また、同じ国でも儀式ごとによって使われるリュトンの種類や、その儀式の意味合いは異なっていたと思われる。リュトンを持つ古代ローマの守護神ラールの彫像古代、ローマでは、 守護神ラールがリュトンを高々と掲げてお酒を給仕する様子の彫像がある。詳細な儀式性の意味合いは不明であるが、古代ギリシャや古代ローマの都市においては、バッカス人のお酒やワインを神聖さを高める、必要性の高い場合に用いていたようである。リュトンの意味英和辞典、ウェブリオ辞書。ありがとうございます。